笑福亭勝利10周年公演でフロイス100個以上投入同期芸人、怖い、怖い。お笑いコンビ、藤崎マーケットの時が25日、大阪、みそのユニバースで行われた、噺家生活丸10周年20ヶ月連続ネタ卸公演ファイナル笑福亭勝利独演会 in みそのユニバースに出演した。同公演は、笑福亭勝利の落語家10年目の実績を祝うもので、師匠の笑福亭鶴章や吉本興業の養成所、NSC26 期の同期である藤崎マーケットや、末広がりず、歌手の鈴木みたか子が出演した。1965年に誕生したみそのビル。そこにあった世界最大級のキャバレーユニバースをリノベーションしたライブハウスで行われたが、ステージ前方のフロアには100個以上の風呂用の椅子が並べられた。勝利は前のフロアが上がってて、パイプ椅子を並べると後ろのお客さんが見えなくなるんですと事情を説明。さらに、フロ椅子ですいません。僕が用意したんですと謝罪し、1週間前にネットで注文したが、間に合うかわからず大阪中の100円均一を回り、自宅に大量のフロイスがあるとし、今、家に100何個のフロイスと、今日配る予定で忘れてきた、チラシがある。これで、怒りを収めてもらえませんかと語った。ステージから客席を見たときは、お風呂の椅子に座ってる。怖い怖いと客席をいじり、さらに、普通、前に来るほどいい椅子やのに。お客さん、休憩のたびに腰伸ばしてはると突っ込み笑いを誘っていた。公演の最後に勝利は、フロ椅子は持って帰ってください。うちにまだ100個あるから、と言い、さらに笑わせていた。